の時間よろしいでしょうか。たくさん表情をご覧いただけましたでしょうか。谷選手ありがとうございます。さあ改めて自身の手でしっかりと報道をお持ちいただきまして、ファンの方のお声にお答えいただいております。しっかりとお顔をしてください。さあ報道を掲げていただきました。谷選手ありがとうございます。続いてボートレース大村フロアテンダントより花束の贈呈です。さあそれでは早速羽野選手の声をお聞きしたいと思います。羽野選手、海の王者輝きました。おめでとうございます。ありがとうございます。していって2番目で先頭に先行したわけなんですが、はい、